こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。1999年に起こった、桶川ストーカー殺人って覚えてる？ああ、元交際相手の男が被害者の女子大生に、振られたことを逆恨みして、ストーカー行為を繰り返し、その後、仲間に依頼して、桶川駅前で白昼堂々殺害した事件だろ。確か、この元交際相手は自殺したんだよな。そうそう、たまたま YouTube で、その事件の動画を見たんだよね。ほんと、ひどい事件だよ。この事件をきっかけにストーカー規制法が、成立されたんだよな。でも、この事件で一番注目すべきは、警察の怠慢なんだぜ。被害者やその家族が何度も被害を訴えたのに、何かと理由つけて、対応しなかったんだよね。もっと早く警察が動いてれば、被害者が殺されることもなかったのに。実はこの桶川ストーカー殺人事件と、ほぼ同時期に起こったもう一つの警察の怠慢による事件があるんだ。今回は栃木リンチ殺人事件について、解説していくぜ。被害者家族が9回も捜査依頼をしておきながら、警察は全く対応しようとしなかったんだ。被害者の気持ちを全く考えてないよね。警察が信用できなくなってくるよ。今回は、加害者被害者すべてが未成年の少年犯罪なため、かなで解説していくぜ。それではゆっくりしていってね。警部補の父親を持つ師範 A 当時19歳は、幼い頃から素行が悪く、通信制高校を退学後、暴走族に入り、恐喝や傷害などの数々の犯罪を繰り返していたんだ。A は普段から、日産自動車社員 B 当時19歳と無職の C 当時19歳から金を巻き上げていたぜ。それに嫌気がさした B は、同僚でおとなしい性格をした X を、自分の身代わりにすることを思いつくんだ。なんで身代わりを思いつくのかな？自分さえ良ければって感じだね。1999年9月29日、B は X を電話で呼び出し、そのまま拉致。自分たちの遊ぶ金のために、X にサラ金から次々に借金させたんだ。次第に X がサラ金から、借金をできなくなってくると、今度は X の知人や友人から金を借りさせ、2ヶ月にわたり X を連れ回したんだぜ。嘘でしょ。X はホテルに監禁されている間、高温のシャワーをかける熱湯コマーシャルや、殺虫スプレーにライターで、火をつけ浴びさせる火炎放射器などの、暴行を加えられたんだ。X はその暴行により肌は焼けただれ、顔は腫れ上がっていたんだぜ。かわいそう。なんでそんなことするのか、理解できない。死体を検視した検視官は、その無残な姿に驚愕し、皮膚の8割程度が火傷を負っているから、絞り殺されなくてもいずれ死亡していただろうと、話していたそうだぜ。そんな状態なら、常に痛かっただろうね。そこまでひどい状態にもかかわらず、病院には一度しか連れて行かなかったんだ。しかも、その時は A らが診察室までついていき、医師には腕の火傷しか見せないようにしていたんだ。A らは、X が医師や看護師に告げ口しないように、常に見張っていたそうだぜ。お医者さんや周りの人たちも、X さんを見てやれって思わなかったのかな。暴走族に入るような人たちが見張ってたから、もしかして周りも見て見ぬふりだったのかも。結局、病院にはその後連れて行かず、火傷した身体にさらに熱湯をかけたり、抵抗すると殴り続けるなどの、暴行を加え続けたんだ。X の失踪を不審に思った両親は、捜査を依頼するために、栃木県石橋警察署現在は下野警察署を訪れた。だが、担当の警察官は、両親の訴えに対して、お宅の息子さんが悪いんじゃないの？警察は事件にならないんと動けないんだよ。などいい、全く取り合ってくれなかったんだ。何それ、もっと被害者の気持ち考えてよ。その後、X の両親は石橋警察署では拉致が開かないと思い、宇都宮東警察署、宇都宮中央警察署、黒羽警察署、栃木県警本部にまで捜査を懇願したが、全く取り入ってくれなかったんだぜ。どの警察もひどすぎる、怠慢と言われても仕方ないよ。警察には任せてられないと、X の両親は自分たちで X が監禁暴行を受けていることをつかみ、犯人グループに B と C がいることを突き止めたんだ。石橋警察署にそのことを伝え、再度捜査を依頼するが、それでも全く動こうとしなかったんだぜ。呆れちゃうね。X の両親は、X と B が勤めていた日産自動車にも、事情を話したが、B の証言を鵜呑みにして、X が嘘をついているとの見解を示したんだ。しかし、B は社内でも悪名高く、それに比べ X は社内でも評判が良く真面目な社員なため、日産自動車のこの見解は、事件隠しではないかという話もあるんだぜ。ほんと、警察も会社も話になんないね。そのうち、X から両親に金の無心の電話が、かかってくるようになるんだ。両親は X の安全を考慮し、金を振り込み続けた。銀行の防犯カメラに金を下ろしに来た X の姿が映っていた。
その姿は丸坊主で眉も剃り落とされ、やけどや殴られた跡もあり、失踪前とは全くの別人だったんだ。X を目撃した銀行の職員は、X の後ろに何人もの男たちがついていたんです。この防犯ビデオを証拠として提出する用意はできているので、警察に相談してください。と X の両親に伝え、両親はすぐに石橋警察署に向かい、防犯ビデオを証拠品として銀行から取り寄せるよう依頼した。だが、担当の警察官は裁判所の許可がないのに、そんなことはできないと突き放したんだぜ。せっかく銀行の人が協力してくれるって言ってるのに。その時、ちょうど X から、両親の携帯電話に電話がかかってきたんだ。父親は、警察に事態の把握をしてもらうために、お父さんの友人がいるからと担当の警察官と、電話を交わったんだ。だが、その警察官は石橋署の警察官だと名乗ってしまい、電話は切られてしまったんだぜ。その警察官は、あ、切れちゃったと言い、携帯電話を父親に返したんだ。嘘でしょ、切れちゃったじゃないよ。A らはこの電話を機に、警察が自分たちに迫っていると思い込むんだぜ。その上、A らからの激しいリンチにより、X の体は元に戻るのが不可能なほど、傷を負っていた。このまま X を生かしていたら、事件発覚は免れないと、A らは X の殺害を決意するんだ。1999年12月2日、A らは犯行に途中から加わった高校生 B 当時16歳と共に X を紐で殺害するんだ。一階町の山林に埋め、見つからないように、死体を埋めた穴にコンクリートを流し込んだぜ。死体を隠した A らは、15年逃げ続ければいいと追悼花火大会と称して、その遺体を埋めた場所で、花火で遊ぶなどしていたそうなんだ。当時の殺人罪の時効が15年だったから、そう思ったかもしれないけど、ちょっと考え甘すぎるわ。しかし、その時一緒にいた高校生 D が罪の意識に耐えかね、12月4日、警視庁三田警察署にて実施したんだぜ。そのことで事件が明るみになり、捜査本部を設置。D の証言をもとに遺体を発見し、ABC を逮捕したんだ。主犯 A の父親って、警部補なんだよね。すっごく厳しく育てられて、反抗心でこんなに悪くなっちゃったのかな。主犯 A は小さい頃から粗暴が悪く、通っていた幼稚園では他の子に嫌がらせや危害を加えていたんだ。小学校に上がると、乱暴さに拍車がかかり、近所の犬に石を投げたり蹴飛ばすなどしていたそうだぜ。A が問題を起こすたびに、両親は謝罪に回ったが、母親は息子の悪事を一度も信じることはなかった。嘘でしょ、これがいわゆる毒親ってやつなのかな。母親は息子のことを、過度なまでに溺愛していたんだ。仕事場で無断欠勤を繰り返し、解雇されそうになると、たびたび母親が訪れて謝罪をしていた。父親は A が同い年の少年から100万円を脅し取り、傷害と窃盗で検挙された際、被害者宅に訪れ、100万円を返済した上で、示談を持ちかけていたんだぜ。そのことで A は保護観察処分で済むが、一切反省することなく、その後も悪事を続けていたんだ。偏った愛情が、A をこんな風にしてしまったのかな。ダメなことはダメって言わないとね。B と C は主犯格の A と同じ暴走族で知り合ったんだ。A は自分にヤクザの知り合いがいることを利用して、B に金銭的な要求をし、約20万ほど脅し取っているんだぜ。え、仲間なんじゃないの？お金が取れれば、誰でもいいのか？ B と C は、A にもう勘弁してほしいと泣きついたんだ。A から知り合いから金の借りれそうな奴を探してこい。と言われ、B は、おとなしい性格で言うことを聞きそうな X を、ターゲットにしたんだぜ。高校生 D は、自首により事件解決に導いたことで、情状酌量が認められ、少年院送致となった。ABC は当時未成年だったが、東京家庭裁判所は刑事処分相当として、逆送致したんだ。宇都宮地方検察庁は、A らを殺人死体遺棄罪として起訴したんだぜ。少年犯罪の場合、事件の内容や非行歴などで保護処分より、刑事裁判によっての処罰が妥当と判断された場合、事件を検察官に送致することがあるんだよね。この事件に関して、妥当な判断だよ。X の遺族は、今回の事件を強盗殺人罪で起訴するように、宇都宮検察審査会に陳述書を提出したが、棄却された。2000年6月1日、宇都宮地方裁判所は、犯行は計画的で凶悪。極めて自己中心的で、情状酌量の余地も全くない。求刑通り、AB に無期懲役、C に懲役50年の判決を下ろしたんだ。A は控訴したが、2001年1月29日に東京高等裁判所はこれを棄却しているんだぜ。その後の上告も棄却され、A の判決は確定したんだ。A は裁判の時、自分たちに暴行されている、X の様子を見て、どう思ったかと問われ、楽しかった。と答えたそうだぜ。
A は死刑も覚悟していると発言していたが、その後は X 君の分まで長生きしたいと、発言を覆したんだ。しらじらしいね。どんな反省の言葉を述べても、何も響かないよ。X の両親は、栃木県警の職務怠慢が、息子を死に追いやったとして、栃木県と加害者とその両親に、損害賠償を求める民事裁判を起こしたんだ。栃木県警は一時は捜査ミスを認め、遺族に謝罪したが、裁判になると、X からかかってきた電話に出た際、警察だと名乗ったことはなく、X の母親が騒いだために電話が切れた。警察の対応は適切で、当時は事件を予見することはできなかった。と発言を翻したんだぜ。嘘でしょ、裁判になっても非を認めないんだ。2006年4月12日、宇都宮地方裁判所は、栃木県警の職務怠慢と殺害の因果関係を認め、石橋警察の供述を全く信用できないと退けた。裁判官は、犯人が暴行や脅迫などで、被害者を利用することは、よくあることで、犯罪捜査に関わるものであれば、当然わきまえておくべきことである、と栃木県警の嘘や怠慢を厳しく非難したんだぜ。当然だよね。X の遺族の主張を全面的に認める形で、判決を下ろしたんだ。しかし、犯人の保護者に対しての監督責任は、認められなかったことからない X の遺族は控訴。判決を不服とした栃木県警も控訴したんだ。警察が控訴する意味が、全然わかんない。栃木県警が控訴した理由を、当時の栃木県知事はこう述べている。警察の証言の信憑性が全く認められず、警察官の言っていることは嘘だらけという判決が下った。これを受け入れた場合、警察官の士気にも影響し、結果的に県民益も損なうことになるだろう。2007年3月29日、東京高等裁判所は、栃木県警の怠慢がなくても、被害者を救出できた可能性は3割程度とし、栃木県の賠償額を大幅に減額する判決を下ろしたんだ。この判決は、栃木県警に大幅な配慮が示されたものだった。また、警察の怠慢がなくても、被害者を救出できるのは3割程度という言葉に明確な根拠は示されず、被害者にも責任があるような内容であったんだぜ。いやいや、被害者家族が訴えた時に警察が動いてれば、助けられたでしょ。納得いかないなぁ。被害者遺族は判決を不服として上告したが、2009年3月13日最高裁判所第2小法廷は上告を棄却し、2審の東京高等裁判所での判決が確定したんだ。全国紙は当初、警察の発表を鵜呑みにし、X は元暴走族仲間で、事件は暴走族同士の喧嘩による死亡とみなされ、世間の関心はあまり集めなかったんだ。そう聞くと、報道の信憑性も疑わざる得ないね。産経新聞社局員は裁判を傍聴し、初期報道との事実関係と事件の凄惨さに衝撃を受け、産経新聞栃木県版にて、19歳の暴走一階町リンチ殺人事件として警察の不手際を報じた。5月に写真週刊誌により、この事件の凄惨さと警察の不手際を報じると、他の雑誌やワイドショーなどでも取り上げられるようになり、事件は全国的に関心を呼ぶようになったんだぜ。やっとだね。しっかり真実が周知してほしいよ。その後、メディアの批判を浴びた栃木県警は、2000年7月、X の両親の訴えを無視した警察官を、懲戒処分にしたが、最も重いもので停職14日間程度だった。被害者 X は、犯人らに監禁され出社が不可能だった中、収容規定により、退職金を支払われない退職処分を受けているんだ。事件の詳細が分かってからも、日産自動車はこの処分を撤回せず、工場側も、遺族に対する謝罪や追悼の言葉さえ、出さなかったんだ。ひどいね。もうちょっと対応の仕方があったと思うけど。B は現在も岡山刑務所にて服役中であり、2022年7月に放送されたテレビ番組にて、B と思われる人物がインタビューを受けているんだ。B は収監後に、キリスト教の洗礼を受け、現在は模範囚として炊事場の班長を務めてるそうだぜ。なんか複雑な気持ちになるね。C は刑期を終え、都内の整備工として働いていると、噂はあるが、現在はどうしているか不明なんだ。A は現在も服役中の可能性が高く、刑務所での様子などは分かっていない。今回は、栃木リンチ殺人事件について、解説したぜ。少年犯罪は、少子化の影響を受け年々減少しているが、その分、再犯率は上がってきてるんだ。2022年から少年法が改正され、18歳以上の少年が犯した犯罪で起訴された場合、実名報道が可能となったよね。このことで、もし犯罪を犯した場合、自分だけではなく、周りの身内にも加害者として、一生生活していかなければいけない苦労を、実感してほしいね。ということで、今回の動画は以上だぜ。
このチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。